龍が如く8、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、さっちゃんとのデートの途中からですね。でも、足立さんの会社の話とか、でも前してんのかな。足立さんって若い頃、どんな感じだったんだろうな。そういう話？どうしたの急に。いや、喫煙所だ。俺たちが出会った頃はすでにあの見た目だろ。だけど当然、足立さんにも10代や20代の頃があったわけだよな。そう言われたらそうね。身長も高いし、かなりイケメンだったかもね。今度、足立さんの若い頃の写真を見せてもらおうぜ。武勇伝と一緒によ。武勇伝は話半分に聞いといた方がいいかもね。多分、持って話すと思うから。ちげえねえや。そんじゃ、ナンバも誘って、みんなの若い頃の自慢話大会しようぜ。もしかして私とデートするより、あんちゃんと足立さんと過ごしたかった？え？だって一番ってなんちゃんや足立さんの話するときすごく生き生きしてるから。いや、そんなつもりで話したんじゃねえんだよ。ただその共通の話題をと思って。冗談よ。お、そうだ、なんちゃんと足立さんの話で思い出したんだけど、前にあの二人が陣内駅の近くに面白そうな店があるって教えてくれたんだよね。今から一緒にそこに行ってみない？ご飯？おお、いいな。早速行ってみようぜ。よし、足立さんの話題から行き先が見つかった。ここから巻き返していくぜ。何の店だろう。まあでも昼食なんのかな。面白そうってでも言わないか。ご飯だ。高いタイプのご飯だ。なんで？なんでよりによって高級割烹料理なんだよ。すごいね、この立派なカウンター。ヒノキかしら。おお。どうかしたの？一番。いや、山お金持ってないから。足立さんの紹介の店っていうから、てっきりもっと大衆的な店かと。店構えだけ見て、多分来たことはないわよ。面白そうって言ったのか。ただここに雰囲気の良さそうな店があるって言ってただけ。くそ、あいつら余計なこと言いやがって。どうすりゃいいんだ？高級割烹なんて食ったことねえぞ。早速注文しようよ。あんまお金ないよ、本当に。落ち着け、俺。カポツでもフレンチやイタリアンじゃねえ。所詮は日本の飯やねえか。うまくやれるさ。じゃあ、メニューを見ようぜ。ん？春水、うん、ん？じゃあ、早いし読めなかった。アレンジしてみようかな。何？すみません。春国魚の煮物をください。お客さん、それはね、ハルツゲウオって読むんですよ。あ、そうなの？え、そうなんですか。すみません。まさかのサスちゃんがミス。うわ、やっちゃった。恥ずかしい。サスちゃんが恥をかいちまったじゃないか。こんな時どうすりゃいいんだ。でも、掘り返す方があれじゃない？自然に。そんな感じ読めなくて当然だってフォローすることもできるけど、この話題を長引かせる方がまずい。俺はそう思う。ここは早く次の話題に移ることがさっちゃん。ああ。よし、何事もなかったのに自然に受け流そう。自分の注文を先に。じゃあ、ね、俺は何を頼もうかな。案外、ちゃんとした和食って来たことないんだよな。どれどれ。そうだよね。なんか中華の話だったもんな。特に北京ダックね。え、なんかおかしいことを言っちまったか。ううん、うん、一番のそういうさりげない気遣いが嬉しいなと思って。やったやったやっぱり漢字の話題から離れて正解だったな。お客さん、注文どうしますか。ああ、すいません。じゃあ俺はがっつり肉系でいくか。この川豚ってのを頼むぜ。いるか。
川豚イルカフグほらあれメニューに書いてるだろお客さんそれねフグって読むんですよイルカじゃないですフグですこれでフグフグフグイルカってなんだっけどうやらお二人とも漢字は苦手のようですね自分で話題を蒸し返しまうとは二人して恥かいちゃったわねああいやこれはイルカは海の豚だっけそうだわ確かに和食の漢字は難しいものが多いですからねちょうどメニューに振り仮名を書くか悩んでいたところですお二人にはお詫びの印にデザートのあんみつをサービスしますよえ私あんみつ大好きなんですよ嬉しい漢字も間違えてみるものねナイスアシストよ一番いや世界だ結果折れたぜいやー案外うまいもんだな割烹料理ってのもほんと美味しかったわねこんな機会でもなければ一生行かなかったと思うありがとね一番そうか喜んでくれたんならすげえ嬉しいぜ前なんか嫌な予感がするなやっばどうしたんだ向こうから歩いてくる男の人いるでしょあの三人組か先頭を歩いてる人田中って言うんだけど以前私の指名客だったのさっちゃんのキャバクラのうん IT ベンチャーの社長で羽振りが良かったんだけどちょっと度が過ぎてさ他の客に紗恵子は俺の女だなんて吹聴するからお店を出禁にしたのだけどその後も店の裏口で待ち伏せされたりしてだから私田中に彼氏がいるって嘘をついたくらいよだいぶ立ちが悪いなええだけど田中は君は嘘をついてる彼氏なんかいないはずだって言い張って今でも時々店の裏で私を張ってたりするのは田中が超ポジティブなのかさっちゃんの嘘が下手なのかわからないけど人を見る目には自信があるとか言っててさそうだちょうどいいわ一番ちょっと協力してくれるえうまく演じてよねいかにも私の彼氏って感じでえ彼氏そんな急にあれ紗恵子さん偶然だね何してるんだい何って見たらわかるでしょ彼氏とデートしてるのよ彼氏そのおじさんがどうも紗恵子さんとお付き合いさせていただいている春日一番と申します親じゃねえんだから声で帰ってこれで信じてくれた私が彼氏持ちだってこと信じるわけないでしょう僕は人を見る目だけは誰よりもあるんだ彼は紗恵子ちゃんと釣り合うような男には到底見えないよやべうまいこと彼氏のふりをしねえとだけどさっちゃんと釣り合う男ってどういう男だ今まで考えたこともなかったなかっこよく決めていこうかやっぱりさっちゃんほどいい女と釣り合うのはバシッと決めたああとはいえ嘘はつきたくねえしかし物はいいよってやつで今の俺でも言い方次第で十分かっこよく見せられるはずだあんたが紗恵子さんの彼氏仕事は何をしてるんだい公務員ですまあ一言で言えばいろんな連中の相談に乗って解決に導いてやることかな腹場の相談員だから間違ったことは言ってないはずだほうコンサルタント業かおおいい方にやってくれた、どんな企業の面倒を見てるんだ企業っていうよりは個人の相談に乗ってる感じだな
ファイナンシャルプランナー。ああ、そうなるのか。確かにこれから先成長が見込める業種だ。親じゃねえんだから。なんだ、ファイナンシャルプランナー知らんのか。それならなんでサイコさんをキャバクラで働かせてるんだ。それは個人の意思を尊重してたな。何かしら資格を取らせて、とっとと水商売からは足を洗わせるね。なんだとっととって。あ、キャバクラの何が悪いんだ。キャバ嬢なんて将来性もなければ世間体も悪いでしょう。バカ言ってんじゃねえよ。人が真剣に向き合ってる仕事にケチつけるんじゃねえ。情熱ってな、どんな資格にも勝る将来性なんだ。どんな仕事だって真剣に向き合った先には必ずいい未来が待ってるんだよ。それを応援しねえで何が彼氏だ。一番応援、それが何になるってんです。無駄だとでも言いたいわけ。バカね、あんたは。自分の夢を応援してくれる人がいることで気持ちが救われるわ。そして頑張って困難を乗り越えようって思えるの。私が恋人にしたい人はそういう人。一番が彼氏で本当に良かったわ。まさか紗友子さん、本当にこのおじさんが彼氏だっていうのか。さっきからそう言ってるでしょ。そんな俺がこんなゴミみたいな男に負けるなんて。絶対こっから戦闘が始まる。敗北を認めて、今後は私に付き合わないでくれる。ああ、約束するただ一番最初の味方がサッちゃんなのか。お灸を据えてからだ。はあ、よくも俺の恋心をもてあそびやがってぶっ潰してやる。覚悟しろよ、さっさと始めようぜ。本当に立ちが悪いな。仲間との連携どうしようかな。こいつからやるか。背後取るとやっぱ強えんだな。オートバトルはやってる気がしなくなるから。ちょっと待って。はいはい、うん、やっぱよし、えい、オーケー。どうしよっかな。はいはい、おら、やった。向かうところ敵なし。だね。お、来たな。何しやがんだ。ゴミにゃ、ゴミ箱がお似合いだ。くそ、最後まで悪あがきしやがって。だけどこれであいつがサッちゃんをつけ回すこともなくなるだろう。ありがとう一番、名演技だったよ。特に最後のアドリブなんて驚いちゃった。本心だろうなあれは。いいってことよ。演技じゃなくてつい本音が出ちまったんだが。せっかくの一丁らが汚れちゃったわね。ごめんね、私のせいで。気にすんなって。でもこのままってわけにもな。すまねえけどちょっと待っといてくれるか。服着替えてくる。うん、じゃあ待ってる。おう、すぐに戻るぜ。モラギノールの CM みたいになったけど急に。ゲーセンか。まあ、本人たちが楽しいなら別にどこでもいいよね。あー、かっこいい、かっこいい。学生のデート感強いな、でも。まあでも本人らが楽しいならいいよね、それがね。悪い、
自販機見つかんなくてよ。ううん、ありがとう。最初どうなるかと思ったけど楽しかった。ありがとうね一番。そうか、そりゃよかった。一番、あのよ、俺は元ヤクザだし、足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっと、いきなり何？バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは思う。酒もタバコもやりすぎることはねえ。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、サッちゃんのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。だからよサッちゃん、俺と結婚してください。早い、それは早いよ。一番、早いよ、それは。男数が一番、この先何があろうともさっちゃんのこと守り抜いてみせるからよ。いや、せめてお付き合いからで。さっちゃん、女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる。でも一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから、さちゃんは家庭に入ってくれてもいい。だからって当然家のことを任せっきりにはしねえ。なんで社長辞めちゃったんだろう。改めてそう思うんだけど、いずれ赤ん坊を授かったらガキの面倒も任せといてくれ。全部早いのよ。そんでガキも一緒にいつか大家さんの墓前に報告するんだ。こんな幸せな家庭を築きました。だから天国の大家さんもどうか安心してくださいってよ。それはさっちゃんに言うことじゃない気がする。さっちゃん、ありがとね一番、今日は楽しかった。ちょっと待ってくれよさっちゃん。俺何かまずいこと言っちまったか。ううん、別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ、明日お店のことで早いし、一番も早起きしないといけないでしょ。じゃ、お互い頑張ろ。それで、返事は？おやさんの墓前にって言ったんがあんまり良くない気はするんだけどな。この角度から見る恐竜気持ち悪い。たく、初デートでプロポーズするバカがあるかよ。奥手がテンパるとこういうことになるんだな。しょぼくれちゃった。面目ね。春日だけポテトがある。よかったね。まあけど、肝がられるだけならわかるけどよ。それでさっちゃんが怒るとは思えねえんだよな。いや、別にさっちゃんは怒っちゃいなかったって。ただ急に今日はもう帰るねって。それが怒ってるような感じなんだな。それが怒ってるってんだよ。それも大激怒怒発点を作ってやつだ。ああ、終わったなこりゃ。ゲームオーバーだ。
ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。嫌な友達だよ。そんなこと言わねえで助けてくれよ。俺はもう何が何だかわけわかんねえんだよ。デートの最中はうまくいってたんだよな。は？ああ、そりゃ最初は俺がテンパっちまってあれだったけどよ、途中からはさっちゃんすげえ楽しそうにしてくれたと思うんですけど。かわいい。いや、今となっちゃあん時からとっくに愛想つかされてたのかも。もう全部がわからなくなってやがる。疑心暗鬼モードだ。これが浜の英雄とはな。もしそうならさっちゃんのことだ、さっさと見切りつけて途中で帰っただろう。となるとやっぱプロポーズで相当まずいこと言ったんだろうな。お前何言ったんだよ。ちょっと今繰り返してみ。え、今恥ずかしいんだけど。バカ、何言ったか分かんなきゃ相談に乗りようがねえだろう。ほれ、先。まず最初に、自分がヤクザ上がりで貧乏してるとか頭悪いとかあるけど、今は真面目に仕事してて酒もタバコもギャンブルもそんなにしねえって、確かそんな感じのことを言った。まあ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 、別にそこに引っかかることはねえ気がするな。で次は取り調べ。次はそんな取り柄のない自分だけど、さっちゃんのことは俺が幸せにしてみせる、だから結婚してくださいって。なんだよ、早速来たな。あのな、一番さっちゃんみたいにバリバリ働いて自分の人生貫いてる子が誰かに幸せにしてやるなんて言われて嬉しいと思うか。ああ、まあ俺もそんな意図がね、気づかなかった。わかるが、プロポーズでそれ言っちゃ致命傷だな。勉強になります。原因はもう分かった感じするけど、それから何か言ったのか。最後がダメだと思うんだけどな。その次はさっちゃんが女なのに仕事とか家族の世話とか、そこもな、女なのにって言ってんのとかもな。おいおい、今時女なのにはまずいぜ。え、そうなのか。女だからとか女なのにとか、女に限らず性別で決めつけるような言い方にムカつくやつは最近特に多いだろう。まあ、でもさっちゃんはあんま気にしなそうだけどな。かわいいね。あっちゃ、踏んだ地雷は一つじゃなかったか。こりゃ嫌な予感がしてきたぞ。俺もだよ。でその後は。あとは親父さんとか妹さんのことも気になってるだろうから、俺が稼ぐからさっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって。仕事楽しんでる人にはな。楽させてやりてえってことなんだろうけどよ、さっちゃんが金だけのためにキャバやってるわけねえだろ。そんなことくらい俺だってわかってるよ。でもそう誤解されてもしょうがねえ言い方になっちまってるって話。いくらテンパってたからってもうちょっと言葉選べなかったのか。いや、プロポーズするやつに言葉選べないよ。くそ、昨日に戻って全部やり直して。まあ出せる海は出し切っとくとするか。その後は何か言ったのか。それからもしさっちゃんが家庭に入っても俺も家のことも手伝うって言って、そんで将来ガキができたら3人で親父さんの墓参りに行こうって。俺そこがダメだと思うんだよな。それで打ち止めか。他に余計なこと言ってねえか。ああ、これで終わりなはずだと思う。
最後に畳みかけてきやがったな。家事を手伝うって言い草、これも相当地雷ワードだぞ。家事は女がするものって先入観の表れだと思われるからな。さらによ、赤ん坊ができたらってのも人によっちゃ結構危険な言葉だぞ。赤ん坊のできねえ夫婦だっているし、結婚イコール子作りってわけでもねえんだ。 そんでとどめに赤ん坊と荒川の墓参りか。荒川への高校目的に結婚しようとしてると思われかねえ。そうね、俺はそう思った。おい、嘘だろ。俺の言ったことは何から何までまずかったのか。笑い事じゃないね、ごめんね。最悪だ。俺はもうどうしたらいいんだ。まあ謝るしかねえな。そうね、そうだな。愛想つかされてるかもしれねえが、何もしねえわけにもいかねえわな。そうだよな、ちゃんと謝らねえと。なんでこんなに辛い思いをしなきゃいけないんだ。いや、ほんとありがとな。気にすんなって。おう、謝るんなら早い方がいいぞ。だよな。よし、今から行ってくるよ。火が痛えけどな。まあそうだろうな。大丈夫か、ついてってやろうか。いや、そこまで世話になるわけにいかねえ。そっか、頑張れよ。あばよ。じゃあな、ありがとな。よし、今すぐ謝りに行こう。さちゃん、もう出勤してるかな。店に行ってみるか。俺こういう時に電話で済ませりゃいいやって思っちゃうのが多分ダメなんだろうな。行くんだって思っちゃった。だからダメなんだ俺は。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。